どうも皆さんこんにちは、指導チャンネルの総合です。今日は京都府宇治市にある京都松栄高校に林先生にお話を聞きに来ました。どうぞ今日はよろしくよろしくお願いします。林先生のことについてちょっといろいろお話をちょっとお聞かせいただきたいですね。はい、今私教職員になって20年ちょうど20年になったんですけど、18歳までは大阪で生まれて大阪で育ち、で18歳の大学生を入学を機に京都に、やってきました。はい、で、まあ、大学の少林寺拳法部に、まあ、入りたいということで入って、まあ、そのままどっぷり京都に居座っているという親不孝です。はい、なるほど。じゃあ、少林寺拳法にその先生が一番最初にこう出会ったっていうのはいつ頃からなんでしょうか。私6歳の12月だったんですけど、私の父はですね、もう四国の香川県の出身、三井という姓なので、はい、香川県の出身で、まあ、いわばこう自分の腕一つでこう上がってきた経験がありますので、まあ、なんと弱い息子に対して苛立ちが隠せない。でやっぱり武道をさせたいというところで、ちょうど少林寺拳法の道場ができて、はい、生まれ育った東京にも少林寺拳法を聞いていた、はい、だったら少林寺拳法に連れて行こうということでやったんですけど、最初は少林寺拳法に行こうという子たちになって、はあ、夜ですね、はい、いきなり順次ちょっと行くぞっていう話になって、はい、まあね、小学校1年生ぐらいで夜どっか連れて行ってもらえるかなってするでしょ。ね、どこ連れて行ってもらえんやろうと思って連れて行かれるところが当時やった。なるほど。はい、最初に来た人数が3、40人ぐらいいたんですよね。おで、みんながキャ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 言ってやってるもんですから、初林寺拳法が面白いというよりも友達に会えるぐらいの話で、はい、行ってて、あまりにも楽しいもんですから、じゃあやるわっていう話になったら、父も送り迎えだけじゃ面白いから面白くないから、じゃあ俺もやるわみたいな話になって、一緒に入門したんですよ。なるほど、はい、はい、6歳から少林拳法始めた時は、正直中学校2、3年生まではもうほとんど惰性です。もう父の方が熱があったので、むしろ休む理由を探すぐらい、はい、もうどんどん友達は辞めていきますし、特に中学になったらクラブ活動で辞めることも多かったので、次の日の学校に行ったら、その稽古の日のテレビの話題についていけないんですよね。そうですね。なんとかして休めへんかなと思ったりもしたんですけど、もうね、諦めるしかなくて、で、まあ、中学校から高校にかけてはちょっとバスケットボール部に入ってたので、バスケットボールをしながら、まあ、道場に行きっていうふうなことをしてたんですよ。で、まあ、高校に、まあ、無事入らせてもらって、卒業するときに、まあ、体育の先生からはバスケットボール部の顧問になって戻ってこいな、体育大学行けって話があったんですけど、まあ、なぜ私ね、父はその香川県の港町出身の割に私泳げないんですよ、はい、あ、そうなの？泳ぎがちなんですよ。でそれで私泳げませんって答えて、まあ、言ったら逃げて、で、まあ、父がまあなんとか少林寺拳法を続けてほしいということがあったので、じゃあもう大学に入れば少林寺拳法を取り、で職業についてはですね、まあ、もちろん小学校1年生からずっと少林拳法やっていく中で、当時の道院長もお亡くなりになられた山内健三先生が高校の先生ということもあったので、もう少林寺拳法を教える人イコール高校の先生だったんですよね、私の中では。だから少林寺拳法を続けたんやったら高校の先生になるしかないみたいな、もう洗脳ですよね。だから大学に行くんやったら、まあ、何も苦労なく最後にもらえる資格で教員巡りで先生になれたらなぐらいの話、まあ、今の校長、うちの学校の校長、副校長も要するに山内先生とはもう好意されてた部分もありましたし、はいはい、で、まあ、こっちに大学に入って龍谷大学に入るんですけど、はい、私がちょうど2回生から3回生に変わるとき、ちょうど20歳のときに梶原先生が亡くなるんですよね、はい、でさあって言って次の監督誰やって言った時に現れたのが、ドーンと現れたのが足立副校長なんです、はい、でまあいろいろ私その時の初めての、まあ、首長キャプテンをさせてもらってたもので、はい、ずっとこうカバン持ちをしながら、まあ、就職の話とかいろいろしてる中で、まあ、最初は
私本山職員になりたいと、でこれ本当の話で、はい、本当は本部に行きたかったんですよ。で本部に行きたくて本部職員になりたいですって言ったら、うん、技術ばっかり磨いてもな、うん、それはもう後からでもええんちゃう。あ、そうです。で大学のねやっぱり梶原先生いなくなったんで大学憲法を手伝いたいですって言って、大学職員になりたいですって言ったら、大学の世界でもな、そうですか、先生何が一番いいんでしょう、大人先生はいいぞっていう話からあの、まあ、この流れというのは、でも その中でまっすぐにこうやって今まで続けてこられているっていうのは、僕は逆に尊敬するし、なんて言うんでしょう、それを一番なんか楽しまれてるように見えるわけですよ。あ、でもね、楽しめるようになったのはやっぱり結婚してからかもしれませんし、やっぱり、ね、松陰寺拳法って仕事になっちゃいけないと思うんですよ。ああ、そうですね。はい。でやっぱりそのうちの学校がやっぱ松陰寺拳法を常に、まあ、生徒もやってるもんですから、生活の中に入っていくとやっぱり時々こうもうしんどいなと思う時だってあるわけですよね。でただその生活の一部に、まあ、その教えは生活の一部に入ってますけど、しなければならないってなると嫌になるので、だからまあそうですね、最近道院長になって、まあ、5年経ちますけど、それが一番楽しいですよね、はい、先生の感じるこう強さとは何なんでしょうか。はい、まあその世代によって強さっていうのはいろいろあると思うんですけど、ただね、この時代、僕らの時代と違ってガキ大将というものの価値観が変わってきてると思うんですよね。で、まあ、正直今動員に入ってくる小さい子たちの保護者にしてもそうなんですけど、じゃあ強さを求めて大会って出られますかって、いや別に出る気ないですとか、そういう風な感じになってきてるということは、結局そのなんていうかな、自分自身がその嫌なことから逃げないっていうところがやっぱり今の小さい子たちには求められてるかな。大学生になるとやっぱりその学校というところの対面上ですね、やっぱり結果を求めなあかんというところで、さまざまな強さ、それはねすごく追求していったらいいと思うんですよ、若いうちに。けど最終的には僕は今自分がその今特に思うのは、一つの物事を続けられるために、例えば周りにこう協力者がいたりとか、続けるだけのやっぱりその勢いというか心持ち、やっぱり一番続けられる人が強いかなって正直思いますね。今のこの社会の若い Z 世代と言われる世代の人たちに、まあ、その強さを、まあ、得るためにというか、どういう環境だったり、どういうものが先生だと必要だと思いますか。確かにあの分かりやすくてやりやすいことを好む世代っていうふうにはまあ聞いたことがあるんですけど、それではちょっとね、心が伴ってない。でやっぱり今の学生を見てると、おせっかいな人が減ったなと思うんですよね。自分以外のことにはもうちょっと無関心、言われたことだけやってればいい、そこはちょっとこれからやっぱ松陰寺拳法を通じてでもいいので、やっぱりこう困ってる人には手を差し出してあげ、差し伸べるような人が一人でも増えれば、おそらくちょっとはこの世代は変わってくるっていうふうには、まあ、確信を持ってるんですけど、ちなみに代表はどういうふうに思われてるんですか。そうですね、私のように先生がまさっきおせっかいの人が増えた方がいいというのは、その自分が一番やっぱ大事にしたいなと思う愛情というか、何か直接こう後ろでガッチリこう守ってやるからなではなくて、その反対の、まあ、なんか何かあった時は俺がどうなっても俺が支えてやるよ、俺が後ろでいるよ、私たちの後ろでいるよっていう、まあ、愛情というか、まあ、信じてあげる、心からあなたの存在さんのものを信じてあげるっていうような愛情が、僕は今の若い人たちには大切なんじゃないかなと思うので、僕はそういうものを小児健康講習だったり、まあ、さまざまな自分の活動とか自分の生き方の中でそういうことを人々に提供できたら、少しは良くなるんじゃないかなと、僕はそういうふうに、そういうなんか関係の指定関係とか
か、はい、なんかこう教師と生徒の関係とかいうのができてたらまたちょっと変わるかもしれない。やっぱりなんでしょうね、そういうお互いの、やっぱ人間って一人で生きていけないじゃないですか。だからこう僕はこう、あなたはこう、じゃあ足りないとこってこうだよねっていう何かをこう化学変化をしながら、でそれをまたいろんなところでこう地域社会や、まあ、学校なり、それこそ少年傾向の中年の方もそうですけどやることで、まあ、じゃあ俺できるこれできる私はあれができますみたいな、あじゃあこれお願いねみたいな、こうそういう何かこう、まあ、なんでしょう、居場所、はいはい、まあ、さっき私愛って言いましたけど、その居場所愛みたいな、その一人じゃなくてもいいと思うんですよ。やっぱりこう団結する力みたいなのは今のこの個の時代には、まあ、やっぱりあったらすごく生きやすい人生になると思うんですよね。次世代ネットワークの委員もされていることから、まあ若いこれからの次世代の人たちに向けて、特に今回は視聴者先生からメッセージをいただきたいなと思っております。そんな私でよければ、はい、よろしくお願いします今これからの時代を生きていく中で、やっぱりこう古い考えの人と今新しい考えを持っている人の狭間にちょうどいらっしゃると思うんですけど、その、まあ、上の方との話の中でできないできないっていうところの理由ばっかりをこう考えるんじゃなくて、こうしたらできるんじゃないかっていう工夫をぜひこう実行に移してほしいなっていうふうに思います。やっぱりそのできる理由を作って、それを制度に当てはめていったら、いやできるじゃないっていうところに進むこともあると思いますから、ぜひまあ、どんなことでも仕事でもそうですし、学校生活でもそうですし、そのできないことじゃなくてできることを考えて前向きに、ぜひ元気に進んでいっていただきたいと思います。素晴らしいメッセージありがとうございました。できない理由探しなくてどうやったらできるかっていう、これから、まあ、先生から人生の教訓を今日どうもインタビューありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、楽しかったです。ということで、また次回の動画で皆さんお会いしましょう。バイバーイ。